おはようございます。速稼塾の久保です。吉田さん、2000回繰り返すね、やっぱこう1回1回が勝負なのかなと思いますし、大体ね、この効率の悪い人って効率を考えるんですよね。不思議ですよね。なんかどうやったら効率がいいかなとか、どうやったら質が良くなるかなとか考えるんですけども、それやってる間に一歩でも二歩でも進んだ方が絶対いいなと思うんですよ。私はね、ポンコツでも動画は上がらないより上がってる方がいいと思うんですよね。で、いろいろ考えながら、動画アップロードのスピードが遅くなるんだったら、それは本末転倒だなと思います。まあ、そう考えていくとね、なんか今日はとりあえず動画のネタないなと思ったら、パンでも食いながらね、それ動画であげればいいなと思いますし、なんかね、やっぱり当たり前になってるんですけども、何かを買ったら必ず動画が上がるというね。この前焼肉をね、こうジューって焼くね、ザイグルっていう焼肉器を買ったんですけども、これ2万8000円したんですよ。2万8000円したんですけども、例のスーパーペイペイ祭りで 49% パックということなんで、実質半額1万5000円ぐらいになりますよね。で、1万5000円ぐらいのザイグルなんですけども、こちらの方をネタに開封動画なり、焼いて美味しいなって動画なり、それからザイグルのね、サークルを作ったりとかね、もうなんかね、一つの買い物、いわゆるね、私たちにとってみれば何かを買うってのは投資ですよね。そして投資した分、買った金額以上の利回りを上げるためにすでに行動し始めるというね。これ効率とかあんまり考えてないですよ、まあ、楽しそうだからやると、実際自分でも使うからやると。どうせ使うんだったら購入した時に得をして、使いながら得をしたい。だったらどうするかっていうと、ザイグルの販売促進、もしくは焼肉がね、楽しいよっていう人、焼肉大好きだよって方を集めて、何らかのまあコミュニティをやるって感じですよね。まあ、私は速稼塾っていうコミュニティが軸にありますんで、その中からまずメンバーを募集して、そしてある程度活動がまとまってきたら、その外に募集するみたいなステップも増えますんで、やっぱりね、中央に一本ね、速稼塾っていう巨木があるのは、枝葉をつけるのにすごくやりやすいなと思いますね。もしかしてね、まあ、堀江さんとかもそのライブドアっていう巨木がまずあったんじゃないですか。その巨木は枯れましたけども、でもその巨木をね、糧にして今たくさんのこう樹木が上がってますよね。なんかすごい日本屈指の企業を、まあ、なくしたっていうことすら材料にしてね、今まさに宇宙に飛び立っているのかなと思います。で、すごいですね、あのメルマガもね。私もメルマガね、何回もね、投稿した覚えがあります。麻雀店の相談もさせてもらいましたし、アプリとかソフトウェアのね、相談もさせてもらいました。まあ本当に分かりやすいなというかね、ああいう Q&A が私もできればいいなと思いながら、一件一件回答しますもんね。通常ね、ああいう大物が一件一件回答してくれるっていうのはなかなかないんで、私もね、格安のコンサルを受けてるような感じですよね、あの Q&A コーナー。なんかそのネットビジネスやってる人もね、たまに出てくるんですよ。で、私 Q&A 読んでると、あ、またこいつ書いてるみたいな感じでね、まあ見させてもらうんですけども、まあ、たくさんの方が意識してるなと。でもその堀江さんもね、この前ちょっと話したのが、メルマガ読者2万人でピークアウトしたと、まあ、2万人が限界だって言ってましたね。俺の力量だったら2万人ぐらいだよねって。それまでずっと伸びてたのに、もう2万人ぐらいで増えなくなっちゃったみたいなね。まあいろいろとね、だからピークアウトってのはあるもんだなと思いますよね。で、ミュージカルもやってますもんね。私もね、この同い年でね、ミュージカルをスタートする、そのセンスも凄まじいなと。トライアスロンもやってますしね、全然この負けてらんないなというかね、だから同じようなね、40代50代の方が、まあ、堀江さんごときに負けちゃダメだぞと思います。本当に証拠をくれてる場合じゃないし、限界感じる場合じゃないと。まだね、もう一花二花咲かせられるんじゃないかなと思って、やっぱ人の頑張りにはね、なんか感化されますね、私はね。まあ吉田さんにもね、負けてたまるかって感じですよ。その10万本100万本動画アップロード、私も Google マップでね、勝負しますGoogle マップという自分の得意な戦場でなんか Google マップもね、随分育ちましたよ、吉田さん。もう本当、私もね、 Google マップ投稿しないと催促が来るんですよ。だからね、結構こうポチポチと投稿するんですけども、インスタグラムみたいなもんですね、私にとってみたら。まあインスタグラムはブームが来ましたけども、 Google マップにもブームが来てくれないかなと思う日々でございます。 Google マップよろしく。いってらっしゃい。